おだっすー。暑いな。暑いっすね。今日はね、音楽専門学校なんか日本工学院っていう、はいはい、専門学校か、有名ですよね。そうそこでなんかオープンキャンパス、オープンキャンパス、そう、それのトーク&ライブみたいなのに招待していただいてて、おー、でも在学生と高校3年生が来るんかな。はいはい。今日は孫さん1人ですよね。あ、1人音源流して、はい、初のあれやな、1人でほんまに弾くって感じ。確かに。練習とかしました？いや、前回、まあちょっと昨日やったぐらいかな。はいはいはい。その会場の広さとかによっては結構音源弾きづらかったりしたら弾きづらいですよね。そうそう、クリックないからな。そうですね、イヤモニなしでもモニターでってことですもんね。そう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 。まあ多分大丈夫やと思うけどな。多分トークメインになるから、あー、そうほぼほぼトークで、なんか 2,3 曲できたらみたいな感じで言われてるから。ちなみに今日は曲は何を？曲はね、ハートビート、はい、スターティングオーバー、ドリームオンドリーマーを一応持ってきてるけど。あ、いいっすね。あ、全部できるかどうかはちょっとわからないらしい。あ、打ち合わせもこれからなんですね。なんか一回み、あのズームミーティングして、はい、まあ、軽くやったけど、内容についてあんまり。あ、じゃあちょっと、まあ、いけるっしょ、いけるっしょ、いけるっしょ。じゃあそんな感じで、あ、着きました。お、でかでか、すごいな。飛びますね。ひどき、よ、こんなんでやってたな。そうっすよ、もうめっちゃ怖いっすよ。やりやすいです、こんな感じで。はい、大丈夫そうです。これ何年ぐらい前？これは4年前ぐらいですかね。15年前ですか。ちょっと一回これ弾いてみてもらって、弾きやすさというか、あんまギター弾いたことないですよ。いろんなギター弾いたことないんで基準がわからないです。ああ、弾きやすいです。日本弾いたら基準分かるじゃないですか。うん、もうこれと前のレスポールぐらいしか弾いたことないんで、うん、これがいいのか悪いのかちょっと分かんないですけど。いやいや、一般的にめっちゃ弾きやすいな。じゃあこれからトークです。はい、トークイベントです、ね。始まりますね、もう少しで。お、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。で、本日ですね、ゲストで、普段工学院、日本工学院でギターの、レッスンをしてくださっております石倉先生にもお越しいただいております。こんにちは。こんにちは。お願いします。じゃあ早速なんですけれど、ちょっとね、動画を、今回アイドルをイメージした曲なんで、メジャー感のあるキャッチーなフレーズで、この紹介のさ方嫌っす。あのクロマチックスケールみたいな複雑なのやめてくださいね。このギタリストにオファー出したの誰？音楽の仕事と言いますと、じゃあ、深見さん、どんな仕事を普段されて？普段はもう一日ルーティンを言うと、朝起きてまず音楽ブログを書くんですよ。さっきのトライビジョンスタジオから始まって、それがだいたい 3,4 時間バーって書いて、その後に YouTube のネタを考えて、撮影編集でもうほぼ一日終わる感じですかね。撮影の動画 その投稿の頻度ってどれぐらい？ショートが今週 5,6 ぐらいでやってて、でたまにあのカメラマンのひろき君と一緒に通常動画も上げたりしてて、それが月2本、最近ちょっと1本とかなっちゃってるんですけど、そんな感じです。なるほど、ありがとうございます。ちょっとじゃあ使用機材について聞いてみてもいいですか？あ、はい、普段使われている機材はもう YouTube もライブももう、Line 6のヒーリックっていうこのシミュレーターですかね、これで全部やってます。あ、なるほど、はい、アンプ、あの普段のショート動画とかで、あのマーシャルがこう、あ、あれはもう飾り映えですね。映えなんですね。はい、ありがとうございます。出したら怒られるでしょうね。周辺の。そうか、そうですよね。確かに確かに。え、だから見てくれてます動画。オレンジとかもなかったでしょ。あ、オレンジあります、あります。オレンジキャビにマーシャルのヘッドを置いてるんですけど。ちなみにじゃあ動画撮影される際は、はい、カメラと、はい、あとどんな機材？
動画撮影するときはでもほぼほぼ iPhone 一つで撮っててインカメラで撮ってて、はいはい、んで声はマイクで撮ってますね、コッパーで撮ってて、あ、なるほどなるほど、ぐらいですかね、本当に。何か聞きたいこととかないですか？スケールを全て覚えるとしたらどのぐらいかかりますか？スケール全部覚えてないんですよね。石倉さんの方が全然詳しいんじゃないですか、これも。いや、俺も覚えてない。だからスケールってその、うん、覚えなきゃいけないって思わなくてもいいと思いますよ、最初のうちは。だから使って後付けで使ってた自分の、うん、指の動かし方でなんとなく覚えてたことが後から、あ、これなんとかスケールって言うんだみたいなことの連続で、最終的にいくつか覚えてることになるっていうか、そっちの方がまあ音楽的というか、ね、配信をしてるんですけど配信頻度が落ちちゃってるのもあるんですけど、そういう時ってこうなんか新しいことをするとか、はい、どうやったら手代金をこう1万まで結構バーっていったんですか？1万までもう1日で1300人とか増えたり、でも継続じゃないですか、多分同じことを飽きずにもうずっとやるしかないと思いますけどね。一回止めちゃってるんですよね、今。今ちょっと止まっちゃって、ちょっと学校の、授業とかを、あー、でも伸びてることを多分続けてればずっと右肩上がりで増えるとは思うんですけどね。はい、ありがとうございます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れです。今日のトーク&ライブっていうんですか、はい、終わりましたね。終わったね。今ちょっと学校内うろうろさせてもらって、はいはい、なんか施設取っていいらしいから、ちょっと順番で見ていく。ちょっとほんますごいね、めっちゃテンション上がりますよね。こんな環境やったらすごい上手くなるやろなっていう。これまずあれやろ、もうスタジオやろ、これ多分。これちょっと暗くて見えるかわかんないですけど、まずこれすごいですね、もう電子ドラム、なお前すごいある、4台ぐらいドラム練習し放題ですよ、ほんと。あ、キーボード、え、すごい。そう、なんか至る所に楽器ありますよ、まずシンセサイザー、わ、すげえ。あれドラムちゃん、後で行くけど上もすごかったよな、ドラム。すごいっすよね、これパサンで。おお、なんかその DTM とか勉強するんですか？あ、そうか、そういうのもあるんか。多分あると思うんですね。すごいな、お前 DTM 用のあのコロコロボール全部ついてる。あ、トラックボール、トラックボール、おー全部マックのマスすごい。すごいね。レッスン、ここすごいよ。ここドラマーならテンション上がっちゃいますね。ドラマーテンション上がるよな。ドラムが7台8台ぐらいありますね。あ、一応取れそうちゃった。交渉中。あ、来ました来ました。YouTube 出れますか？ YouTube 出れます。あざす、あざす。ここ何部屋なんですか？うわ、すごい。ドラムルーム。いや、これはテンション上がりますね。皆さん在学生の方ですか？普段もう、そう、使って練習できるっていう感じのスタジオとか入って、そうですね。して使う。あ、授業じゃなくても、そうですね。全然使っていいよって時間が。すごいな。どんだけスタジオ代で飛んでるか。確かに。でこっからなんかプロの人とかやっぱいっぱい出てきたり、ファイストされた人みたいな。そうですね。ミスターフォルテのさんのギターとか。さっき知ってんけどさ、あの人ミスターミセスグリーンアップルのベースの方です。ベースの方がいますね。よくあんね、後から知って、あ、すごい人やった。シジクラさんも俺ちょっと知らんくて最初。あ、そうなんですか。あのフェンダーのフラグシップの時。そうそうそう、あの時俺知らんくて。あ、そうなんですか。あの後調べたら。嵐の場合だここ卒業して将来的にはどうなるのか、王道というかどういう道が、やっぱり自分から見つけてやっぱオーディションをバンバン受けるつけてとか事務所に入るって人もいれば、やっぱり就職っていう道の人も多いですね、うん、この学校に入ればっていうよりかはもう自分の努力次第なのは。ああ、そうなんや。じゃあ、ここ入ったから、じゃあ、この道ありますよっていう感じではないんですか？そうです、それぞれ。過酷。ありがとうございます。頑張って。頑張ります。あれ、どうぞ。ちょっと、見に行く。うわ、すげえ、なんだあれ。まこさん、見てください、この
お庭といいますか、あのすごいよな、いやすげえな、えこれ全部よ全部日本工学、工学、はそうそうみたいですよ、これ全部、そういうことか、すごい、あ皆さん顔で惹かれてはないですね、顔ではない、表情が甘いですね、表情甘い キャンパスライフとはどういうものなのか全然未だに分かってないんだよね俺も1年で辞めたからな、あそうなんですね、バントで売れるんやって辞めた、かっこいい、かっこいいじゃないですか、今日ありがとうございました、本当にいやありがとうございました、どうも来ていただいて、また何かしらであのぜひよろしくお願いします、ぜひよろしくお願いします、はい、じゃあまあそんな感じでぜひ帰りますか、これは多分アレンジしてるんじゃないですか、これ多分ひっくり返してますよね、あそうだよ多分普通はあれだちゃんとしたこのラリってる感じがいいんですよね、ピーポくん、あそう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 、あそう違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 う立てですえこうじゃない違うんですよ、黒目が、あそうそうです、これがあの本来のピーポくんですねなんかあの警視庁に怒られますよ警視庁に、これが一番おもろいんちゃう